サバ坂峠とか心霊スポットやん。今まで様々なドッキリで、芸人を恐怖に落とし込んできた水曜日のダウンタウン。今回は恐怖の限界で芸人さんの色々な表情を引き出した。今日から配属された新人マネージャーと名乗る男と二人で、山奥のロケ先に向かってる途中、本当のマネージャーから電話がかかってきて、そんなやつ知らない、と言われたらめちゃ怖い説について、当時の2チャンネルの反応をご紹介します。放送日は2023年4月19日。見取り図のお二人がプレゼンターの元放映。説の内容としては、マネージャーが頻繁に変わることが当たり前のこの業界なら、急に見知らぬ新人が迎えに来ても、信じて車に乗ってしまうのではないかという部分をつき、3人の若手芸人をターゲットにドッキリを仕掛けるという、ホラー色強めの企画。本当のマネージャーよりそんなマネージャーはいないと言われ、さらに狭い車内で見知らぬ男から怨恨の可能性を匂わされる恐怖に、いらぬ悪霊を告白してしまうもの。走る車から飛び降りようとするもの。あまりの恐ろしさに嘔吐してしまうもの。恐怖から来る三者三様のリアクションが、見ている人の爆笑を誘い出す傑作となっております。それでは早速放送当時の2チャンネルの反応を見ていきましょう。しけもくくにゃん。森山のディアボステイに来た。見取り図は千鳥かまいたちルートに行けるんかな。森山って仏像盗んだかなんかで捕まってなかったっけ。それはトンツカタン森本や。最初のターゲットは、ドッキリ企画でおなじみ、お見送り芸人、新一さん。人通りの少ない地方駅で集合の予定だが、まだ来ていないマネージャーに電話をかけるも、これは無視。そこへ、突然今日から配属になった新人マネージャー高橋と名乗る男が声をかけてきます。低姿勢で人当たりも良く、荷物を預かるなど丁寧な対応で、新一さんは疑うことなく車内へ。この偽マネージャーの演技があまりにも自然で、これは乗りますねとスタジオのパネラー陣もうなずきます。転職ですか？そうですなど、自然な会話をしながら、車は夜道を進んでいきます。新一好きじゃないから見たくない。好きじゃないからおもろいんやろ。トロフィーないから偽物や。誓約書書かされて返却させられてたぞ。新一はマジでよくやってるよ今年の王者と比べて。これは乗る。これ車内のと乗り付けたまま走ってる時点でおかしくね。新一ってビビリだからヤバそう。こいつはもうドッキリ体制できてんよ。埋められますわ。これ芸能人全員騙せるんちゃうか？これ模倣するやつ出るやろ。この前うちの事務所に本部社員を名乗る偽物現れて警察沙汰になったわ。これ誘拐手口として使えるやん。これを流すことで啓発やぞ。車を走らせること15分、人気のない山中の一本道に入ったところで、いよいよ本物のマネージャーから恐怖の通達が。マネージャーからの電話を取り、すでに新人のマネージャーと合流したと話すも、誰とですか？と、とぼけるマネージャー。名前なんでしたっけ？と男に尋ねるもなぜか無言。31歳の新人マネージャーと伝えるも、そんなマネージャーいないんですけどと白を切られる新一さん。何度も男に名前を尋ねるも一切返答がなく、こわ、何これ、と次第に恐怖を覚えます。パニックになり、車を止めろと命令するも一切応じる様子はなく、真顔で運転を続ける男の姿に、スタジオの森山さんも、これほんまの犯罪やったらアウトですよ、とコメント。毎度ながらエキストラの演技も真に迫っており、すれないも怖すぎると恐怖のコメントが並びます。無視？怖い。目決まってて草。怖すぎて草。目バキバキで草。南原さんにちょっと顔似てて草。エキストラの質いつも高くていいよね。やっぱり尾形が言ってた通り、やばい人育てる学校あるやろ。ここで普通にマネージャーですとか言い張ってほしい。こんなガキっぽい31歳おるか？その時点で怪しいわ。ここ電話切れたら一気に恐怖が襲ってくるわ。これパニックになって事故とかに繋がってもおかしくないやろ。ようこんな企画思いつくな。何を言っても虫を決め込む男に焦り再び携帯を手に取るも、山奥で電波が入らず、この危機的な状況に焦りの色が隠せない新一さん。止めてという願いも届かず、車は明かり一つない山道を直進していきます。しばらく走り続けたところで、僕のこと覚えてないんですか？とようやく男が口を開き、怨恨の可能性を匂わせます。その質問と思い出せるわけがない顔に、恐怖のあまり思わずゆっくで顔を覆う新一さん。マジでごめんなさいと半泣きで謝罪を述べます。映画なら殺されるやつやん。これ下手したらマネージャー役の人殴られるかもしれんやろ。そしたら放送しなければいいだけや。もう覚悟決まってる顔してて草。110番かけられんようにしたな。いきなり新人が一人で行動するわけないんだよな。社会人役か？グレープレベルならありえる。ここの電波内あたりの解説セリフで気づいてる感あるな。モニタリング、ドッキリグランプリ、水曜日、どれや？後ろから車ついてきてるしな。
社内統計機。上野は昔からそうだよなと、新一さんを本名で呼ぶ男。中学？俺がなんかしたってこと？と過去の恨みを買うような記憶を必死にたどり、出てきたのは、長井の妹、K。どうやら心当たりがある様子で、手で顔を覆いながらすいませんでしたと何度も謝罪。男が狂気に満ちた顔で、はははは、はとサイコパス気味な高笑いを始めます。すれないはもっぱら新一さんの犯した罪についての考察で、レスが加速していきます。上野なんだ。いじめた芸人とか考えるわな。新一最低やな。急に臭い演技で臭。ちなみに黒川は昔似たようなドッキリ仕掛けられてちゃんと逃げた。長いに何したんや。心当たりあって草。誰でも手出すなこいつ。こいつ女絡みで普通に恨み買ってそうよな。久々に水曜日っぽくておもろいわ。サイコキャラでビビらせたところで一旦停車。この隙に車から逃げ出す新一さん。ここでようやくネタバラし。顔なじみのスタッフでもあり、水曜日のダウンタウンですとスタッフが告げると、ですよねと即答。恨みを買った心当たりに、地元の傷つけた人かなと思ってと答えたため、長井さんの妹について尋ねると、放送禁止ワードで答える新一さんに、スタジオのフワちゃん、シソンヌの長谷川さんも最低だなと突っ込み、スタジオは大爆笑。すれないはもっぱら新一さんの犯した行動当てクイズが繰り広げられておりました。顔色悪。カバサカ峠とか心霊スポットやん。チャイルドロックかけとけよ。落とし穴作っとけばよかったのに。チャンスお城とかにあったら車から脱出しようとして事故起きそう。とりあえず長井の妹に何したか言えよ。やり捨て？デマルプやな。デマルプはガチ犯罪やからさすがに言わんやろ。ハードすぎるやろ。いらん伸縮かわされてくさ。続いてのターゲットは、チャンピオンズ、日本一面白い大崎さん。フワちゃんと同期の芸歴10年目、最近テレビ出演も増え出した売り出し中の若手芸人でもあり、マネージャーさんから初ドッキリでパニックになると思う、と期待が高まります。早速例の男の車に乗って山道を走行中の大崎さんに、マネージャーから電話が入ります。もうすぐ駅に到着すると話す本物マネージャーへ、新人のマネージャー高橋くんに連れてってもらってると説明するも、そんなマネージャーはいないと返答され、ちょっと待ってと焦りを見せ始めます。大ちゃん、普通のおじさんでこさ。ラビットで見た。面白そう。フワちゃんに同期とかいう概念あったんか。かわよ。大橋マネージャーいいね。こんな芸風で鍋プロなんか。ドッキリ初めてなのはええな。まあドッキリ慣れしてなかったら怖いやろな。まあ無名っぽいやつが本番やな。こんなやつでもタメ口なんやな。このおかしな状況に君誰？と尋ねるものの、例によって無言のまま恐怖のドライブは続きます。そして男がようやく口を開くと、わーと悲鳴を上げる大崎さん。そのリアクションにたまらず浜田さんが高笑い。そして男は、僕のことを覚えてないですか？〇〇小学校だよね。と、小学生時代からの恨みを持った同級生と匂わすと、まさのり？と答える大崎さんでしたが、男は無言のまま。このままだとやられると思ったのか、車から飛び降りようと、走行中にもかかわらずドアを開けようとする大崎さん。誰やねん。ノリノリまさのり。怖いわ。このくらいのランクの芸人の方がリアルやわ。スリーパー決めたらいいのにな。運転中の車内から飛び出す可能性があるから事前に芸人へ通達してないわけがないわ。チャイルドロックの知らない民。スライドドアだと走行中は開かんのちゃうか。これ、新一の時失敗したんだろうな。あれネタバラし地点に着いたからやろ。そんな大崎さんへ、開かないよと口調を荒げる男。さらなる恐怖を覚えて、なおもドアをガチャガチャとしますが無情にも開きません。そして、最近テレビ出てるよね、あんなことしといてよく芸人なんてなれるね、と恨み事を連ねる男。心当たりがあるかはわかりませんが、ちょっと待ってごめん本当にと謝り出す大崎さん。続けて、笑顔でテレビ出てるの見ると虫図が走る、と話す男に、そうだよな、わかったじゃあもうやめるわ、と答えるも、どっちをやめるの？芸人？人生？と究極の二択を迫られ、即答で芸人と答えます。このおかしなやりとりに絶対やめへんけどなと松本さんが突っ込み、スタジオは大爆笑。これは面白い。怖いわ。電池取りました。喋らせたらあかんな。水曜日のモニタリングじゃん。マジのラチはこんな自由に喋らせてくれへんで。なんでラチに自信あんねん。人生を得るのだけはやめてくれ、と懇願するも、ダメーと拒否られ、焦りまくる大崎さん。そして先ほど同様山頂で車を止め、今回はさらなる仕掛けを投入。何を思ったか、もういいよと答え、偽マネージャーがおもむろに車を離れます。チャンスと思い車から脱出する大崎さん。するとそこへ1台の車が運よく通りかかります。
事情を説明し、駅まで乗せてほしいと頼むと、本日から配属されました新人マネージャーです、と不敵な笑みを浮かべる不気味な運転手。これにはたまらずパニックになる大崎さん、ちょっと待ってよもうと言いながら走り出します。そしてここでネタバラシ、水曜日のダウンタウンですと声をかけると、驚きながら、何の説？俺を殺そうとしてるみたいな？という大崎さんに乗っかり、っていう説です、と雑に告げ、本当のネタバラシはせず終了。この雑さ加減にスタジオからも、なんでほんまのこと言わんねんとツッコミが入り、爆笑のまま最後のターゲットにバトンが渡ります。出た？水ダウ特有の悪ノリ。世にも奇妙な物語かな？ストーリーテイラーたもり。最後だけアホ臭くて草。なんやねん。今日のおもろいな。そんなんできるか。ネタバラシしてなくて草。最後のターゲットは芸歴8年目、コンピューター宇宙、ハッシーハッピーさん。こちらも同様、何の疑いもなく例の偽マネージャーの車に乗り込みます。そして山道に入ったところでマネージャーから電話が、高橋さんに送ってもらっていると話すと、いやいや、新人なんて入ってないよという返事が、本物のマネージャーさんの話し方が非常にリアルで、スタジオ、すれないともに、この演技力に称賛の声が多く見られました。そして焦り始めたハッシーさんは、車を止めるように男へ懇願するも、例によって無言。諦めずに男の肩を叩いて、高橋さん、高橋さんと何度も呼びますが、それでも男は無反応を貫きます。堺軍団やん。はい、ホテルドッキリのやつや。ちゃんさかの射程地味に売れてきてて草。うんちょこちょこの人かと思った。あでしゃ来た。パチンコライターの魚卓に似てるな。なんでこういう時に女芸人でやらんの？俺は女の恐怖に引きつった顔が見たいんだが。アマコウインターがガチで腰抜かしたから無理やぞ。それで苦情入れまくったからやで。マネージャーがうまい。演技うまいな。喋り方ともしげ。そして、僕のこと覚えてますか？と尋ねるも、一切覚えのないハッシーさん。ちょっと待ってくださいごめんなさい、と謝罪を連ねていると、恐怖のあまり気分が悪くなってしまったのか、何度もえずきながら、純平ごめん、と、なぜか目の前の男を純平とピンポイントで決めつけ始めるハッシーさんに、スタジオは大爆笑、スレナイは某有名配信者と同名ということもあり、大いに盛り上がります。名前覚えてないの新一だけかよ。高橋純平？シャムさん。純平一点予想は草。純平に何したんや。状況把握早いな。ええ反応や。パニックってて草。自爆覚悟で後ろからスリーパーかけてしまいそう。普通に考えてこうなったら警察呼ぶだろ。マネージャー、警察呼んでくださいっていうやついないもんな。警察に通報されないように電波悪いところ水ダウは選んだんやろ。もはや情緒がおかしくなり、半泣き状態で何度もごめんなさいと謝り続けるハッシーさん。そんなハッシーさんへ、何を謝ってるんですかと男が尋ねると、遊戯王とか借りパクしたかも、と答えると、すれないからもそんな理由で殺されてたまるかと突っ込みが、そして、やばい手が痺れてきたと訴えかけるハッシーさんに、嘘つけ、とスタジオから突っ込みが上がり、スタジオ、すれないともに大爆笑。そしてこの男が純平じゃないと気づいたハッシーさんの口から、誰だ、野口か、春とか、田代だ、と多数の心当たりがある名前が出てきます。遊戯王。仮パクで殺される。遊戯王パクったぐらいで拉致らんやろ。遊戯王カード盗むのは重罪ですわ。ブルーアイズパクってそう。手癖悪いガキやんけ。黒ちゃんに近いものを感じる。しょうもなくて草。心当たり多すぎやろ。いじめとったんやろな。元やんだからな。過呼吸なっとるやん。なんで全部説明するんや。全部説明してくれるの草、鬼滅の刃かな。そして、今何か食べたいものありますか？と男から尋ねられると、おにぎりが食べたいと答えるハッシーさん。すると、最後におにぎりでいいんですか？と最後の晩餐を匂わされ、まだ死にたくない、本当にごめんなさい、と大声で懇願するハッシーさん。まともに座っていられず、頭が回らない、なんだこれは、と大パニックに陥ってしまいます。すると、恐怖とパニックで体調不良を起こしたのか、突然窓を開け、盛大に嘔吐するハッシーさん。これにはパネラー陣、すれないともに、ほんまに吐いてるやんと驚愕なリアクションが溢れます。は？くさ？ガキか？マジか？マーライオンくらい吐いた？顔白くなりすぎやろ。ビビりすぎて。窓は開くんやな。ああ、レンタカーを。さすがにかわいそう。演技じゃなかった。これ演技なら今すぐ俳優なれるわ。浜田喜びすぎ。チャンス以来の事故映像。面白いけど荒れそう。犯人よりヤバいやつや。これやこれ最高やん。はまた爆笑で草。そして今回も山頂で停車し、男がおもむろに車を離れると、その隙に助手席から外へ逃げ出すハッシーさん。
すると今回も二人目の新人マネージャーが登場。後ろから運よく来た車の運転手に声をかけると、本日から配属されました新人マネージャーです、と驚かすも、迎えに来てくれたってことですか?とあっさり信じてしまい、これにはスタジオの長谷川さんも、バカですか?と思わずツッコミスタジオもスレも大爆笑。さっきそれで騙されたんですよ、と答えつつ、なぜか二人目の車に乗り込むハッシーさん。この理解力のなさにスレないは爆笑に包まれておりました。え?理解してなくてくさ。二回騙されてるやん。危機感ないんかこいつ。ダメだこや。乗るんや。アホすぎてくさ。無限ループやん。二ループ目やれ。マジでハッピーなやつくさ。不安にバカにされてくさ。頭悪くてくさ。こいつやばいでしょ。詐欺師のカモリストに乗りそう。こいつが一番怖いやん。このままでは無限ループに陥ってしまうため、ここでネタバラし、恐怖と安堵が入り混じった表情で、本当に怖かった、わからないやつやめてください、と答えつつも、ドッキリだとわかってほっとしたようで、本当いい企画を考えますよね、と自身も水曜日ファンのハッシーさんは、最後には全開の笑顔で語っておりました。マジで詐欺されそう。純粋なのか何なのか。バカすぎて通じないのくさ。怖がるところくさ。感情壊れとるやん。嬉しそうでくさ。そうだよな、種明かしされたらほっとするよな。安心してるから。あじゃしゃしろ。この人またやられるだろうな。まさか乗ってくる奴がいるとは想定外だったんだろうな。こいつがやばいわ。新人マネージャーへの風評被害が。渡り119渡りで見たかった。そして VTR 終了後、やはりいきなり20日を合わせの新人と、共にする機会は多いようで、あれは車に乗ってしまう、と皆口を揃えて語っており、これオンエアされたら、これから芸人知らんマネージャーの車一切乗らないと語る松本さん。これはすれないでも、模倣犯など現れないといいが、などと同様の心配の声が上がっており、今後は身分証などの確認をしてから、乗車する必要があるかもしれませんね、と啓蒙活動のように森山さんも語っておりました。新人マネージャーのふりをすればタレントを拉致れるってこと?これやばくない?なわけねえだろ、事務所や元マネに確認するに決まってる、アホなんか?こういうドッキリは警察に通報されるかもしれないという違うドキドキがあるわ。知らん人の車に乗るなって小学生でも知ってる。家ついて行っていいですかもなんか悪用されたことあったっけ。見取り図クソつまんねえキエロカスガ、こいつら事務所ゴリ押しなの。カスガへの熱い風評被害。カスガディスられててくさ。新一のモザイクになってた部分ってなんだろ。やり捨てやろ。なんやかんや売れる芸人って常識ある人なんよな。ちゃんとドッキリ経験浅くてなおかつ適性ありそうなやつを選出してるのが有能やわ。当たり会だったわね問題なりそうやけど。まあ笑てるけどそりゃ特殊詐欺方なくならんわって感じやわ。新人マネージャーってマジに読み物タイトルであり卒。そして放送終了後、偽マネージャー高橋の最高演技が怖すぎると話題になり、様々なネットニュースにて取り上げられておりました。ちなみに今回偽マネージャー役を演じたのは、俳優やモデルとして活動されている滝光大さん。放送終了後の自身のツイッターでは、水曜日のダウンタウン出演させていただきました。見ていただきありがとうございました。芸人の皆さんいい方たちで楽しかったです。また頑張ります。と、明るくつぶやくと、本当に演技最高でした。サイコパスな演技に夫婦二人で震え上がりました。これからのご活躍を期待しています。めちゃくちゃ怖かったです。それくらいリアルでした。などのリプライが寄せられました。その一件一件のコメントに滝さんは丁寧に感謝を述べておりました。真に迫った演技力でもあったので、これからの活躍に期待です。以上、恐怖の新人マネージャー回答時の2チャンネルの反応はいかがでしたでしょうか。芸能人ならあり得る、リアルなシチュエーションから発展していく恐怖は見ている方もリアルに感じ、芸人さんの素の恐怖が存分に伝わってきました。社内という密室空間で、追い詰められていく芸人さんのリアクションをうまく引き出す攻めた企画は、水曜日のダウンタウンならではと感心してしまいました。芸歴が浅い芸人さんじゃないと成立しない企画ですが、いつかまた第2弾を放映してくれることを密かに期待します。このチャンネルでは水曜日のダウンタウンの説について、解説や反応をお届けしております。水曜日のダウンタウンには様々な説がありますが、あなたのお気に入りの説は何ですか?ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。もしかするとあなたのお気に入りの説についても、お届けさせていただくかもしれません。ぜひ次の動画を作る気力にもなりますので、高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。